これだから本当に全員見てほしくて、その暗い人劇薬すぎて死ぬんじゃねえかっていうさ狂気的というか、一個こう頂にこう登った瞬間、チーズ転がし祭りのチャンピオンの走り見たことあります？頭で回転して立ってまた走ってるんですよ曲調も明るくて元気に楽しく踊ってっていうので、マジでネガティブな要素が何にもなくて、主流の方のゲームじゃない、ちょっと埋もれてるけどそれをめちゃくちゃ愛してるんですよ。音楽家としてここまでこう何にも縛られてない、もう本当になんかそう自由というか、人生をそれにかけて幸せなんだって思うとなんか勇気が湧くよね。馬鹿にされてもいいから頑張ったらこれ感動生むなとか思ったりするんですよ。さあ始まりました、今推しをとことん語り合うトーク番組、来た来た、2号車でございます、はい、皆様よろしくお願いいたします。お願いします。いやー始まりましたよ、始まりましたね、すごいですね。何ですか今日どういう組み合わせ。いや本当に分かんないんですよ。いやでもそのカルチャーに造形の深い人を呼んでるんですよね。まあそういうことだとは思いますけど、1回目がねすごかったじゃないですか。すごかったですね、アカデミックでしたよね。いやなかなか、そしたらエレキコミックさんが来てびっくりですよ。いや本当にこちらこそありがとうございます。大先輩。いやいや何をおっしゃいます。いやいやいや、もう本当に同期でしょ、同期でしょ。芸歴30年ぐらいですか同じぐらいでしょ、同じぐらいでしょ、だって一緒でしょ。いくついくつですか今。28です。ああ、じゃあもう生まれた時には始まってました。生まれた時にはやってました。始まっちゃってるね。そして古川さんは、はい、初対面で。いやいや本当です、すいません、ちょっとよろしくお願いします。いやいやもう、あの犬鳴村を見まして、はい、ああ本当ですか。そこでの印象しか、あ、はい、本当にもう私ないんですけど、ね、もうありがとうございます。そう、今日ちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。鹿って言い方もね。いやそうですね。いやあんま良くない言い方ちょっとどうかと思いました。いやいやいや、いやとんでもないです、とんでもないです。鹿って言う、そこをかいつまで言っちゃうとまたね、またになっちゃうから、ね、印象がありますよ、よかったね。鹿って言ってるから、いやいや認識してくださるだけでありがたいんで。横に敵がいるな、おい。よかったよかったよかった。敵がこれだよね。いや歌って踊ってるイメージももちろんあるんですけど。いやいや、ありがとうございます。そう、役者としてのイメージが強い。ありがとうございます。素晴らしい。ちょっとこれだからもう早速行きましょうか。はい。じゃあ私はですね、はい、まあ、ずっとこうゲームが大好きで、はいはいはい、うん、詳しいよね。そうなんですよ、昔からも、まあ、もう48なんで今年、はい、まあ、ファミコン世代ずっぱまりなんですけど、はいはいはい、その中で、まあ、今も推してるのはね、今の最新のゲームも遊んではいるんですけど、はい、その中でこうライフワークといいましょうか、はい、まあ、コレクターではあるんですよ。うん、でその中でそうバカゲーバカゲー、はい、ちょっと、主流の方のゲームじゃない、ほうほうほう、ちょっと埋もれてるけどそれをめちゃくちゃ愛してるんですよ。超大作とか話題のゲームじゃなくて、そうそう、話題のゲームじゃなくて、で今回はその中でもちょっとタレントゲーム、はいはいはい、芸能人の方たちがこうメインでいるゲームが何本かあるんで、はいはいはい、それをちょっと見繕って持ってきました。あら、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと、はい、じゃあここら辺、じゃあなんとなくで持ってきたやつがここら辺であるんですけど、なんか興味あるのありますかね。え、はい、あ、一個も見たことないわ。あ、一個もないですか。たけしの風雲城とかじゃないんですね。あ、そうですね、風雲たけし城の、そう、風雲たけし城ファミリートレーナーのね、はいはいはい、やつがありましたね。はいはいはい、はいはい、戦国風雲寺ってのも出ましたけどね。で、たけしの挑戦状も出ましたけどね。あ、そうそう、たけしさんのゲームが出てるイメージもそうなんですよ。たけしさんとかさんまさんとかファミコンになってたんですよ。あ、そうなんですか。一番最初のゲーム何でしたか。一番最初は買ったやつ64じゃないですか。いや、あ、もう64、スーパーマリオ64。あ、マリオブラザーズじゃないんだ、ね、じゃないです、じゃないです。そうか、ゲームウォッチとかじゃないんだ。全然そうだよね。え、古川君は どんぐらい。僕ちょっと世代的には DS とか。あ、もう DS だ。初めて買ったのは Wii でした。あ、 Wii か。親に買ってもらった Wii。 もうこんなのもう全然知らないんじゃない。何なんこの形がもうわからないでしょ。そうでしょ。これじゃあこれちょっとまず CD だと思うじゃないですか、はいはいはい、これあの、まあ、光源氏さん、はいはいはい、ジャニーズのこちらの光源氏ローラーパーニー、これあの CD じゃなくて、はい、これあのディスクなんですよ。え、あ、ディスクが入ってるんですか。そうなんです。これファミリーコンピューターのディスクシステムっていうディスクシステム企画があって。全然知らないわ。これが本当にあの画期的なのは、はい、書き換えられるってことだったんですよ。書き換えられる、
ゲームを、これをおもちゃ屋さんに持ってってこのゲームを終わったら、はいはい、新しいソフトに500円とかで買えられる。そうなんですよ。それを持ってったらじゃあマリオにしてくださいって言ったらマリオになるんですか。画期的だった。これがいいんですよ。これね、だから なんでこういうゲームを集め始めたかっていうと、はい、やっぱ話がちょっとおかしいんですよ。まず自分たちのコンサートで、はい、光源氏っていうのはローラースケートが、はい、で、はい、踊ってっていうのがすごかったんですけど、そのローラースケートが全員分盗まれたってとこから始まるんですよ。すごいスタート。やばいでしょ。今 で言えばスノーマンさんの衣装が全部盗まれたみたいな。衣装というかローラースケートだからね。もう滑ってやるのがいいからね。あったのかな昔。 それがないともうおしまいですもんね。おしまいですよ、うん、でもそれをファンであるプレイヤー、はい、自分に探してくれって頼まれるんですよ。ああ、なるほど。だからジャーニーズさんお抱えの探偵なんだよね。違います。普通にファンとして来てた、はい、多分女の子なんでしょうね、はいはい、マネージャーとかに言わないんだ、もうファンの子に。そうなんです。でもそのこれファン向けになってるのは、ちゃんとこの光源氏のメンバー、はい、ね、こちら7人の中から1人自分の推しを選べて、はいはい、その人と一緒にローラースケートを探せるんですよ。なんか今のゲームっぽいですね。そうやって。そうなんですよ。でそんなにワクワクしていいなと思うんですけど、そう、全て のこの方たち、本人たちの喋り方が、まあアドベンチャーゲームなんで、聞くとか調べるとかコマンドがあるんですけど、それをやるにつて、もう本人たちは聞いてみれば調べてみればって、なんか一言なんですよ。全部回答が。その口調とかまでは。そうなんですよ。真似してくれてないんですよ。あんまりそうだよね。ヒントも出せないしね。出せないし、ゲーム的には。そうなんですよ。っていうのもありつつ、だこういうのが、あ、なんかつまらないっていうか、あんましセールス的にはなくて埋もれてるけど、そういう中になんかこうキラリと光るもんがあるんですよ、これ全てに。今あれなんですか、うん、そのタレントゲームって僕らの頃はあったんですよ。めちゃくちゃ必ず出たんですよ、うん、へえ。そうそうそう、ヒットしたらすぐゲーム化っていうのがもう流れだったんで。そうです。だからもうこの安室ちゃんとかもう売れたらもうゲームも出る。そう、でもこれはもうね、ゲームというかね、これは技術を見せるっていうことで、はいはい、当時バーチャファイターっていうのが、はいはいはい、格闘ゲームが流行りまして、聞いたことあります。それがあの 3D ポリゴンっていう立体ので見せるって、今はもう主流になってますけど、はいはい、CG、はい、その技術を使って安室さんを 3DCG 化してしまうっていう、はいはい、これなんかでもなんか本当黒歴史大集合みたいなことなんじゃないですか。黒歴史じゃないです。黒歴史はこれも宝です。本当に掘り返すなよって、その今見てる、だからプロフィールには書いてない可能性ある。そうですね、書いてない可能性あるんですけど、ゲーム化してるって相当人気だったんですよ。令和に掘り返してくれんなよ。だから無表情の安室さん、 3DCG の安室ちゃんが、そのすごい音楽であの自分の曲をあの踊ってるっていう、それだけを見る。それだけを見る。見るだけ。操作できるとかじゃなく、操作はカメラアングルは操作できます。上からとか横からとか。やば。本当好きだよね。そうそう。何枚も持ってんのよ。あ、同じゲームを。だから仕事でどっか行ったりするじゃないですか。はいはい、地方とか行ったりするじゃないですか。はいはいはい、したらなんか一人どっか行っちゃうんですよ。はい、したらこの安室ちゃんのやつとかを8枚ぐらい持って帰ってきたりするんですよ。中古屋とかで、めちゃめちゃ持ってる。そう、あの助けてあげてるんですよ。あの安室さんもね、やっぱ恥ずかしいと思うんですよ。それ、そう、何作も持ってるでしょ、1個につき。そうですね、だからこれも多分に20枚ぐらいは家にいまだにあります。おいくらくらいで。いや、これが本当に当時ちょっとあれですけども、中古ショップだと、はい、もう50円から100円だったんですよ。当時ね。当時、安室さんが関わったやつの中で一番安いんじゃないですか。一番安いと思いますね。シングルより安いと思います。そうですね、多分。でも今はもうちょっとその価値も見つかってきちゃって。あ、そうなんだ。逆に。あ、そうなんですね。1枚もう今280円ぐらいになってます。いや、そんなんだよ。高騰ですよ。そんなでかくない。6倍近い。6倍になっちゃった。最初50円だった。だからまあこういうのがやっぱ出て、これはですか、ビーズの松本さんですか。違います。これはあの読んでいただければ分かる通り、これはオーバーザモノクロームレインボーフューチャリングショーゴ浜田、浜翔だ、浜翔さんです。浜翔さんの、浜翔さんの北斗の喧嘩してますけど、あ、これは浜翔さんがコンサート中に異世界に飛ばされちゃうんですよ、まず。めちゃくちゃじゃないですか。いいな。でも、その異世界では音楽ってものがないんですよ。
あそうなんだ。で、ね、浜松さんがその音楽をそのこの星に復活させるっていうんですけど、はい、その星には楽器じゃなくて、はい、楽器獣っていう獣、楽器の化け物たちが住んでるんですよ。楽器が化け物になってる、はい、だその人たちがあの、まあ、宇宙人みたいにいる。なるほどなるほど。ベースのベース銃、ドラム銃、ギター銃、それを、自分も飛ばされちゃったんで。なるほどなるほど。飛ばされてそれ人たちをスカウトして、ほう、浜松さんのコンサートを成功させるっていうのを繰り返すゲームです。その異世界で。何それ。そうなんですよ。面白そうかなと思ったけど。そうなんです。これ僕最後までやったんで、これあのちゃんと凝ってるんで、あの自分スタッフなんで、はい、ちゃんとこういうスタッフ証がついてきます。いいね。やっぱコンサートに欲しい、ね、入れないと欲しいな、入れないといけないんで。スタッフパスもらえるんだ。はい、パスこれだけ組みかけつつみんなプレイしたら、ちょっと嬉しいかもしれないですね。やばい。え、こういう番組だっけ。いや、ちょっと何これ、え、何これ、昭和を振り返る番組じゃないよ。ここにだから俺はこういう、違うよね、だこういうものをそのに俺は価値を見出して、そのみんながちょ見向きもしないようなもの、はいはいはい、そこになんかキラリと光るものあるよっていう。今んとこなんかテレビでよくある令和と昭和の世代でなんかジェンダーギャップぶつけ合うみたいな、その知らなかったじゃない。だからこういう時代にまた戻ってほしいっていう気持ちもあるんですよね。番組のさ趣旨分かってるよね。分かってる分かってる、分かった上で来てるよ。タレントゲームまた来てほしいってことね。来てほしいですね。でももうほぼゲーム化してるよね。だってもう電話番号とかも公開してるわけでしょ。ああ、まあ自分はそうっすね。なんかおい西なんか出てたなとか、もうだってこれでやれることを本気でできちゃうから、もうゲーム化してんだよ。だから現実が、そっちの方が面白いもんね。現実で翻弄される方がね。そうだよね。確かに一番の道化かもしれないです。リアルでやってくれてるからね。リアリティショーだよね。ああ、そうね。西田に挑戦状ね。ということで、はい、続いて、はい、私なんですけれども、アイドルで、うん、電波組インク、おお、そうなんですね。今めちゃくちゃハマってるんですよ、ね、へえ。じゃあもう今2期ってことですかね。そうですね。メンバーがね、メンバーがもう、結構抜けて、ね、6人だったのが今もう10人ぐらいいらっしゃるんですけど。お、そうなんですよ。これがちょっとハマったきっかけが、あの小説を今仕事で書かせてもらうことがあって、7月にこう単行本を出すんですけど、お笑いと小説の仕事のなんか食い合わせがあんま良くなくて。あ、そうなの。結構いるけどね、お笑い。結構いるんですけど、小説書いた後にそのバラエティの現場行くと、小説のローから抜け出せないんですよ。そのローのギアに入って。なるほど。やっぱローなんですか。スイッチがね。そう、やっぱしっかって集中するし、うん、はいはい、結構まあ暗い内容だったりもすると、めちゃくちゃローで、うん、その後ラジオに行っても何話していいか分かんないというか、うん、ずっとロー、ずっとローになっちゃうんですよ。結構キューって入るんだね。そうだね。で朝じゃあ3時間ぐらい作業して現場行こうと思って3時間作業したら、その後楽しいことなんか一つも思いつかない脳みそになってるというか。あ、なんか役者さんがなんかこう役が抜けないみたいな、まあみたいなことなのかもしれないですけど。でそれ書いてなければ1日ぐらい経てば元に戻る、元に戻るんですけど。寝たらとかそういうことなの。寝たら元に戻ったりするんですけど。でも逆にさ、元に戻ったら今度は書けなくなるじゃん。そういうこと。そしたらまた次ちょっとこう書いてる途中に入っていって、でも完全にローに入っちゃうと、うん、もうハイに上げるのに本当何時間もかかる。ああ、そうなんだ。っていうのが結構悩みというか、いろいろ大変だなと思ってる中、うん、彼女が同棲してるんですけど、うん、で、まあテレビに YouTube つないで電波組を見てて、もともと彼女ファンだったらしくて、うんうん、見てて、で電波組ってその一つもそのネガティブな要素ないんですよ。マジでネガティブな要素が何にもなくて。なるほど。まあ、歌詞は結構ね、そうネガティブなっていうか、自分をこうさらけ出すような歌詞も書いてたりしたけどね、初期は。結構もう曲調も明るくて、明るいよね、アップテンポで。で全員まあそれアイドルで可愛くて元気に楽しく踊ってっていうので、早いしね。そうなんですよ。その余計な思考が入らないぐらい曲が早いんですね、うん、考えてられないぐらいもう目まぐるしく。そうなんですよ、ね、ダンスも変わっていくし、はい、っていうので今一番そのギアを変えられるのが電波組インク。でもそれ見たら確かに。そうなんですよ。カカッと入んだ。
これだから本当に全員見てほしくて、その暗い人広いね、広いね、暗い人分かる、すごい分かる、暗い人は全員電波組インク見た方がいいんですよ。元気になれるっていう、元気になります、気持ちハイに持ってこうと思ったら絶対電波組インクが良くて、そういうなんか自分の機嫌の取り方みたいなのってめちゃめちゃ大事ですよね。いやそうスイッチのやっぱ、もうこれで自分がこうポジティブになれるとか、え、今日もじゃあ聞かれて、今日も聞いてきました、今日もじゃあローだったんだ、ローでした、今日もローだったんだ、治ってるもんね、はい、治ってるね、確かにね、確かにね、17時から18時ぐらいまで小説のなんか打ち合わせみたいなのがあって、さっきまでだな、そこに合わせて、うん、そのまあ小説のいろいろプロット書いたりとかして、はい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 、すごいローで、なるほど、打ち合わせして、もうやめたら小説そっち体に良くないですよね。二足でやってきて。やめたな。そうなんです、別にね、電波聞いてても別に副作用ないから大丈夫。そうなんです。読むだけにしたらもん。いいんじゃない、いいんじゃない。だからその楽しいの書くことは。書くことはねめちゃくちゃ楽しくて、今後ずっと続けていきたいなと思ってるんですけど、そうか。その切り替えがやっぱ難しくて。それがどんぐらいなんですか、今その電波組で、電波組療法を始めて。電波組療法を始めて、うん、本当にでもね、去年ぐらいから書き始めて。結構長めに。そうだからもう1年ぐらい。あ、そうか、最初の半年ぐらいは本当にどうしていいか分からずに、うんうんうん、ずっとローのまま、なるほど、やってたけど、そのラジオの本番の前に、うん、えいえいえいとか言って、そのなんとか大声で、結構もう末期のタイプじゃない、それもうあーとかやって、うん、テンション上げてよしっつっていけるとか言って収録行ってたんですけど今も電波組を30分聞くだけでテンション切り替えられるんですよ。あ、でもそれはちょっとね、皆さんにおすすめかも。吉田ね、暗い世の中に本当にぴったりね。推しメンとかいるんですか。これがみんな好き、箱推し、箱推し、箱推しだなんですけど、うん、なんですけど、あ、中でもちょっと、中でも天沢リトさんという方がいらっしゃって、うん、はい、新しく入られたメンバーなんですけど、うん、ちょっとこうボーイッシュな感じの方で、うん、ダンスを YouTube でこうライブ動画とか見てて、うん、もう別に見ようと思ってなくても見ちゃう、あ、目がちょっと目がいっちゃう感じの、目が追っちゃうんだ、うん、すごいダンスも上手で、うん、キラキラしてる方で、はいはい、っていうので本当にもう助けられてる、そうね、これが本当に、僕やってるフェスにも何度も出ていただいて、あ、そうですよね、うん、だから新生電波組となってからもう出てくれたんですけど、はい、びっくりしました、はいはい、確かに、そうだ、ちょっとガラッと変わった、いや、まあガラッと変わったというわけでもないですけど、メンバーが増えたことで、なるほどなるほど、そのダンスのバリエーションっていうの、そのなんていうか、もうこの人が出てきたと思ってもすぐ出てきてみたいな、のこのもう目まぐるしい変化が前よりすごくて、衝撃受けました。俺もう袖でマジで涙出てきましたもん。あ、本当ですか。だからすごいわかる。そう、なんかネガティブが入る余地がないぐらい持ってかれるよね。ブワーっと。歌も速いし。なるほど。これがだから本当に今一番の支え。じゃあ今生ではライブは？これが、うん、その音楽のライブに本当ほぼ行ったことなくて、うんうんうん、これどうなんだっていうか。そのどういうこと？あの血潮入っちゃうんじゃないかっていう。上がりすぎちゃうんですよ。激薬すぎて死ぬんじゃねえかっていう、その生で見たら今ね5倍希釈ぐらいで飲んでるからそれでもいけるんだもんね。そうです、今 YouTube とかそれこそ CD とかそういうので全然テンション上がってるのに、現場に行ったら俺ほんとその場でそのマイケル見た女性みたいな、そっとしちゃうの、そっとしちゃう、そっとしちゃうじゃないかと。はい、でも小説はもう書き終わったんですか。小説は今7月に本を出す予定で、うん、その後に書くやつも今ちょっとこう進めてる、すごいね、状況で、まあ、次出るやつを書き終わった段階で一番下がってるんですよね。いや、それが多分一番下がってると思うんですね。その時に見に行ったんじゃないですか。うわーもう、あーやっとコールしたって時に、高低差でマジで死んじゃうんじゃないかな、そのいきなりあのローから、そんなやったら眼球飛び出しちゃう、その高山病的な深海魚陸に上げられたゆっくりゆっくり上がっていかないとね、気圧でね、気圧でやられちゃうから、気圧でやられちゃう。でもそれぐらい今ちょっと支えです。あ、すごいね。それでは続いて、はい、ルカワさん、はい、お願いします。お願いします。今の推しを、はい、まあ、その今の推しと言いますか、はい、もうあの僕、まあ、あの普段役者もやらせてもらってますし、うん、はいはいはい、まあ、あとあの普段歌って踊って、うん、スーパードラゴンっていうグループで、うん、あのメインボーカルやらせていただいてるんですけど、うん、特に音楽活動において、うん、多大なる影響を受けたというか受け続けている、
アーティストがいまして、はいはい、まあ、玉置浩二さんなんですけど、玉置さんはいい、確かにですね、うん、で僕がまあ中でもその玉置浩二さんの、まあ、その一番あの影響を受けた作品がありまして、はい、この1992年に行われたあのツアーなんですけど、はい、これアンプラグドライブ、お、まあ、これアンプラグドライブなの、アコースティックのライブで、まあ、ツアーになる、はい、ツアーになるんですけど、収録されてるのが最終公演千秋楽なんですね、はいはいはい、でもまあこれもちょっと逸話がありまして、本当は収録される予定だったのが日本武道館の公演だったみたいなんです、うん、でまあ、その日本武道館、まあ、2days の公演に、まあ、しっかり数十台のカメラとかも入って、はいはい、でその様子が DVD に収まるっていう予定だったらしいんですけど、うん、玉置さんのもう意向により最終公演が急遽収録されることになって、でその日本武道館の映像はお蔵入りになったんですよ。撮ってはいるのに、撮ってはいるのに、でもう映像作品としては実はそんなにクオリティ高くなくて、うん、っていうのも日本武道館の公演でそれだけの、まあ、経費使ってしまったので、うん、急遽ってなると、うん、まあ、お金もかかるしどうしようってなって、はいはいはい、そこでもう8ミリカメラで撮った映像がこれなんですよ、うん、もう92年ですら8ミリはもう使われてなかったからね。確かにね。玉置さんは何ですか、日本武道館の出来が気に入らなかったとかもありますし、多分そのもうこの千秋楽のもうこうエネルギーというかもう凄まじくて、でこの後に安全地帯一回活動休止してるんですよ。彼らの中でやりた本来やりたかったまあ音楽と多分大衆からのイメージとか、多分いろんな多分ギャップだったりとか、それこそアーティストとして、それこそ先ほどの話じゃないですけどローになる瞬間が本当に多分多かったみたいなんですよね。で結構半崩壊寸前みたいな、バンド自体もみたいな状態での最後ツアーっていうのもあって、本当にそのもう狂気的というか半崩壊寸前の状態で、そうなんですよ、収録されてんだ、ラストなんだ。なんか結構その安全地帯ってヒット曲で悲しみにさよならとか、はいはい、ありますよね、井上陽水さんと歌われた夏の終わりのハーモニーとか、うん、やっぱりこうちょっと柔らかい優しい印象もあると思うんですけど、はいはい、僕はめちゃくちゃロックバンドっていうやっぱ印象があって、まあ、それをかなりこう明確なこう確信に変わらせてもあのくれたのがこの作品なんですけど、へえ、なかなか知らない、すごいロックバンドっていうイメージはそこまでないですね、うん、聞いてたけど、でまあそのセットリストが決まってないんですよ。へえ、珍しい。いきなりこうもうフェイクでうわー1曲目から始まって、で玉置さんのテンションでいきなり歌い出して、それに対してバンドメンバーがみんな合わせてくるみたいな、それで組まれていって、ミュージシャン的にそんなことありえるんですか。いやないですよね。いや本当に時間ほぼ守らないですもんね。まあ、あの本当ね、いろんな逸話が、何度もフェスで見させてもらったんですよ、ライジングさんっていう北海道の、はいはい、ほんでもう出るって言って、安全地帯が、まあ、言っても先ほども言ってた通り、はい、地元だから、はい、ものすごい期待で見に行って30分ぐらい DJ ですよ、はい、全然出てこない、はい、玉木さん出てこない、いない、すんごい踊り狂ってる人がいて、はい、誰だろうと思ったら青田さん、すげえメンタル、すげえメンタル、30分それをただただ見せられて、そうですね、青田さんダンサーやられてるんで、イエーイって出てきて、あ、まあ、30分しかもテンション上がってるんですよ、はい、玉木さん、はいはい、もうあのじゃあマイク使わないで歌っちゃうからって言って、マイクを置いてライジングさんですよ、ものすごいでかい、あでかいよ、でもうマイクを置いてうわーって歌ってるんですよ、聞こえないんですよ、やっぱ今の流れ的には聞こえると思うじゃん、俺も聞こえると思ったの、うん、それはね、聞こえないのよ、そっか、それはさすがに、さすがにマイク屋外でさすがに聞こえない、ただみんながやっぱ聞きたいじゃん、あれ聞こえないってなった瞬間にみんな静かになって、そうだね、すんごいなんか虫の声とともにもうゆっくりこう静かな音で大きい声で歌ってらっしゃるんだけど聞こえるんですよ、それまたいいんですよ、すごい、耳を澄ませばいいんですよ、1時間ぐらいのなんかこうタイムテーブルだと見書いてあったんですけど、1時間30分使っちゃってるからね、40分ぐらいで終わったかな、早かった、しかも30分踊りと、もう大丈夫やね、
バイバイってすごい明るいんですよ。まあ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 。それでもう帰られて、これはと思って私も楽屋の方に挨拶に行きまして。はい、おすごいよこれはなかなか。見れないとこだよ。ああ見てくれたとか言ってすっごいテンションなんですよ。はい、で握手してくれて、はい、握力が超強い。玉木さん握力強いんだ。握力超強い。マジで潰れるっていうぐらいの。ああっていうぐらいの。プロレスラーじゃないですか。本当に握力強いの。ちょっと気合い入れて握手の時は。こう声量もすごいけど、握力もすごい。すごい表現な方で、俺喋ると面白いんだよとか言って、いっぱいダジャレを言っていただいて。陽気な方なんだね。そうだね。今のどう？今のどう？面白いとか言って、いや面白いっつったら、そうだろう。言わざるを得ない。すごいね、ステージとまたちょっと違う、ものすごい人間味のあるね、ピュアだね、本当に方ってのは可愛い人なんですよ、本当に日本最高峰のアーティストだなと思うんですけど、まあ、本当にこの作品は、うん、これがね、うん、本当ラストにそのスタッフさんの計らいとかで、まあ、メンバーにもサプライズで、はいはい、その最後あの頃へっていうバラードで締めるんですけど、うん、そのバラードの最中に紙吹雪がファーってくるんですけど、はいはいはい、それもなんかあのすごくエモーショナルで、メンバーとかももうそんなセットリストの中、はいはいはい、ガーもう追い込んでやってますから、メンバー曰く、まあ、すごく故郷を思い出すというか、ふるさとの旭川の、まあ、雪景色を思い出すような感じで、かなりエモーショナルになりながらこう演奏したみたいな、こう話もあったりしますし、まあ、本当に、まあ、あの玉木さん自身ももう自伝本でここまでの緊張感のライブというか、まあ、今までなかったし今後もないだろうみたいなこと言われてるくらい、玉木さん的にももう一番というか思い出の、そうですね、一個こう頂きにこう登った瞬間というか、それパッケージされてるんですね。そうなんですよ、なのでこれはぜひ音楽好きの方はには見ていただきたいなと思うくらい、確かに決め事があんなに嫌いで本当にそのままやる人ってあんまいないですよね。そうですね、言ってもこうなんかこう曲順とか、それこそ音響さん照明さんとかスタッフさんがね、もうそうですね、ね、必要じゃないですか、でも玉木さんはやっぱ関係ないっていう、そうなんですよ、ただそれがもうバチッとハマった時の、そうなんですよ、もうその神々しさがすごいですよね。そうなんですよね、ボーカリストとして本当に魅力的っていうのは もちろんなんですけど、でも本当になんかそう自由というか、音楽に対して音楽家としてここまでこう何にも縛られてない、自由で、確かに生涯そうやって歌い続けて、今も現役で、ね、もうオーケストラとオーケストラシンフォニックコンサートとかやられてますけど、本当にこう年代ごとによって魅力違うんですけど、僕的にはこの92年のライブ本当に大好きで影響を受けてます。聞きたい、ね、おいいですね、ちょっと、はい、あとライジングの映像も見たいよね。見たいですね。ああやって言われちゃうとね、青田さんの30分も見たいよね。私がつなぐからの30分。別にそういうことじゃない。そういうんじゃない。ダンサーの一人としてっていう。最後あの青田さんとキスをして帰られました。愛もちゃんと愛も表現して。それではラスト。はい。やついさん、はい、お願いします。私はですね、あのネットフリックスのバラエティー、はい、バラエティー、バラエティー番組をとにかく好きで、すっごい見てるんですよ。ドラマじゃないんですね。まあ、ドラマももちろん見てますよ、はいはい、それこそサンクチュアリとかも見ましたし、はいはいはい、実際すごい面白かったりしたんですけど、やっぱりネットフリックスっていうとやっぱドラマとか、はいはいはい、まあ、強いじゃないですか、当然、まあ、面白いし、はいはい、バラエティーもやっぱりちょっとこうなんていうんですかね、やっぱり独特な面白さがあって、はい、最初にハマったのはなんとなく見た、はい、タトゥーお助け隊ってやつなんですけど、あタトゥーお助け隊あれね、あれねタトゥーお助け隊っていう番組あるんですけど、これシーズン1で終わってるんで人気ないと思うんですよ。そうなんだ、まず海外、まずはね、そのもうネットフリックスのオリジナルコンテンツで、はいはい、これはもうアメリカのその若かりし頃になんか変な感じに入れちゃったタトゥーを、まあこれをどうにかしたいっていう悩みを抱えた方が来て、それをもう本当に優秀なタトゥー職人の方たちが直すっていう番組なんですけど、その直し方がまた独特で、普通だったらここに何か書いちゃったら自分でここをなんかあの馬にしたいとかね、そのドラゴンにしたいとかっていうのあるじゃないですか、その自分が決めれないんですよ。
その連れてきた友達が決めるんですよ。それが堀氏じゃないですよ。堀氏の方じゃないし、全然急に言われるんですよ。しかもこいつこんなこと書いちゃってとか言ってふざけてたやつが、はい、じゃあここに書くやつをあなたが決めてくださいって言われて、俺出すかみたいな。責任がすごいな。自分の体に残るタトゥーを人が決めてそれを入れちゃうっていうね。堀氏がね勧めるならまだしも、まだね、違うプロだからね。でここに何入れて、何入れるとか言って、相談しちゃダメよとか言って、相談していいんじゃないですか一生残るわけですから。その二度目のですよ。怖いですよね。怖いですね。でまたそのふざけたタトゥーを入れてるんですよどんなのが入ってるんですか。いやもう本当にだから間違えた綴りの言葉とかなんでやっちゃったんだろう。同じなんですよ、はい、海外の人も。外国人でわけわかんない漢字入れてる人とか。そうそうそう、あれっぽいノリで入れちゃってて、はいはいはい、もうその下ネタとかね。まあ下ネタね、下ネタのやつ入れちゃったりとか、はいはいはい、あと何度もミスしたままのやつとかタトゥーでそんなのあるんですか。あるんですよ。何度もミスしたやつ、うん、ただどうなるかみたいな、はいはい、そういうのがもうハマってます。日本じゃ絶対できないバラエティですね。それでハマって、はいはい、そっからこうおすすめされるネットリックスのバラエティをもう立て続けに見てったんですよ、もう考えずに、うんうん、しかも全部面白くて。あ、いやそうなんだ。イメージ全然ないですね。型破り何でもチャンピオンズっていうのがあって、はいはい、これもシーズン1で終わってるんで全然人気ないんですけどシーズン1ばっか見てるな。これもマジで面白くて。海外のやつですか。海外のいろんなところにあるもうチャンピオンをこう紹介するんですけど、はいはい、あ、まあ、チャンピオンってことは大会が開かれてるんですよ、うん、でその大会がもう本当に何それって大会なんですよ。でやっぱ俺まず最初に心をつかまれたのが、まあ、これはなんか日本のテレビでも紹介してたのもあったと思うんですけど、チーズ転がし祭りってやつで、あ、宮川大輔さんが言ってたやつ、はい、でも大輔さんは当然その安全でやるじゃないですか、はい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 、チーズ転がし祭りのチャンピオンの走り見たことあります。いえ、もうね、ないですね。落ちてるんですよ急に急な坂を落ちてるんですよ足でこう走ってるんじゃないんだ。人が頭で回転してるとこ見たことあるんですよブワーって走っていくともうすごすぎて、はい、こう焦げちゃうんですよ、飛んでっちゃうんですよ。そしたらもう頭で回転して立ってまた走ってるんですよ見たことなくないですか。アニメでしかないよ。もうそれを横からスーパースローカメラでブワーって撮ってるんですよ。信じられない。俺見てたら気づいたら泣いてましたもんマジ感動しちゃう。人間の体がもうとんでもないことになってるんですよ。見たい。おもちゃを転がしたように。でそれは女の子のチャンピオンをずっとこう追ってるんですけど、はいはいはい、女の子がもう信じられないタイムで優勝したやつがいて、はいはい、それで2冠を狙ってる女の子のやつなんですよもう命がもう危ないよ。で1冠目した時はマジすごいもう全身骨折ってるんですよちゃんと、まあ、骨折ったわとか言ってるんですよ。ちゃんとね、被害は今回は大丈夫とか言って。で、ね、そういう大会に代々優勝してる家系っていうのがあって、おお、生まれたくね男なんですけど、もう何冠もしてるんですよ。もう勝てないぐらいの、はい、信じられないスピードで転げ落ちていく男がいて転げ落ちていく男だよね。その一家のブランドを守るべく立ち上がった女っていうのが現れて、これが娘なんですよ。まあまあ、私はそのもう優勝の家系よなんつって、はいはい、あいつには負けないわなんとか言ってんの。向こう水な DNA のやつらがいるんですね。それがどう戦うかみたいな。へえ、面白そう。ストップをかけるなみたいななんかね、勉強になるんですよ、人生の。ブレーキをかけちゃダメだ。かけないとでも死ぬこともありますからねそうね。いや、ただ、うん、チーズはもう信じられないスピードで落ちてくんで、とっくに落ちてるんですよ。ああ、そうなんだ。チーズなんて全然追いつかないし、追いつけないんだ。とっくに落ちてるんですよ。そこまで誰が一番最初に転がり落ちれるかってだけなんだよで優勝者はそのチーズがもらえるって大したもんじゃねえな。すごいな。そしてこれが美味しくないって言うんですよ
びっくりしませんか。それはまあ岩を転げてるしな。衝撃でこれは。いやネットフリックスのバラエティを見ようと思ったことあんまなかったんで。確かにね、あれね自分で見てないとあんま出てこないからね、またねその系列がね。確かに、ね、ちょっと見ようこれ。やっぱり世界って広いよね。いやそうですね、うん、人生を何にかけてるんだっていう人たちがいる。一族を変えるジャンプにかけてる人もいるわけですもんね。そのなんか人生をそれにかけて幸せなんだって思うとなんか勇気が湧くよね。確かに、あ自分も大丈夫だなって気持ちになったりとか。努力もあるし、お金とかじゃないもんね。そのピュアさになんかこう感動したりとか、うん、あなるほど。自分もなんかバカにされてもいいから頑張ったらこれ感動生むなとか思ったりするんですよ、うん、はあなるほど、いいっすね、うん、そこがいいなと思いましたね。皆さんの今推し、はい、素晴らしかったです。いや面白いですね。ありがとうございました、本当に。ありがとうございました。そしてこの番組の今推しがですね、はい、現在公開中の映画ワイルドスピードファイヤーブーストでございます。あーこれはすごい、すごいよ ね面白かったな。いや見ました、皆さん。見ました、はい、我々、はい、見ました。僕見れてないんです。小沢さんはまだ見れてない。そうなんですよ。これあのワイルドスピード、はい、まあ、22年続いた作品なんですけど、はい、今回は私初めて見たんですよ、正直。あなるほど。あ恥ずかしながら、はい、私も。あそうですか、はい、あ私も今回初めて見て、ね、めちゃくちゃ面白かったです。面白かったね。いやすごかった。何の予備知識もなく見ても面白かったです、うん、面白い。まず絵がやっぱシンプルに絵がすげえ派手だよね。派手派手、本当に息もつかせぬ、うん、ずっと。俺免許持ってないんですけど、免許欲しくなりました。あそう、はい、いやこんなこと、これはもうよ、免許持っててもだよ。早いよ早いよ、免停。確かに持っても誰も道交法は守ってなかったですけれども、振りとかさ、オチとかさ、うん、こう考えてこう引っ張ってとかあるじゃないですか、はいはいはい。いやそういうのいらないんだなと思った。いやいや、やってるとは思うよ、ちゃんと。もうギャグの連打みたいな感じじゃない、お笑いで言えば。まあボケのね、爆笑に次ぐ爆笑みたいな映画だから、ピークがいっぱいあるみたいな。そうそう、最初だからもう2時間10分ぐらい、2時間20分ぐらいだったかな。20分、うん、結構長い映画だなと思ったけど、体感12分ぐらいだった。いやいやいや短い。いやいや本当にでもそれぐらい。本当だよね、本当に。いやいや本当にどういう話なのかなと思ってるうちに、ああーってやって終わってるみたいな。満足度すごいですよね。でもアトラクションみたいな感じですね。そうそう、ドドンパ乗ったらもう終わりぐらいの。ここマックスかなっていうところ、もう一個超えてきて、もう一個超えてきてみたいな。たまんないですね、それ。この危機で終わるだろうって思ったら、うん、よりでかい危機が来てみたいなのがどんどん続いていく。あの大工のメロディーみたいな感じ、どんどん上がってる。あまだ行くみたいな。年明けちゃうよね。もうあれ聞いてたら、もう歓喜に至る感じよ。しかも今回 4DX で私見まして。あ俺も見ました、 4DX。 あ見ました 4D。 俺初めて見たんですけど、俺もめっちゃ良かった。良かったですね。ちょい、ワイルドスピードのためにあるシステムだと思う。そうそう、本当そう。ワイルドスピードシステムだよね。そうワイルドスピードシステム。あれは本当に音がね、音もさし、こう椅子がこうグーって動いたりとか、やっぱ車をと振動が一緒になってるけど、その人が乗ってることからカメラが相手側に変わったりするけど、その車にも乗るから、もう全車に乗ってんのよ、こっちは。感情移入できる感すごかった。すごかった、ね、ボンボンでしょ、うん、ボンボンだった、うん、あれ途中なんか酒場のシアだけどさ、はいはい、ちょっと酒か臭くなかった。あれ酒臭かったですよね。あれ俺が二日酔いだったんで残ってたんじゃない。酒臭かった気はしたけど、来たし、なんかしたいよね。 4DX だからなんかやってくるだろうなっていう、そのそうそうそう、なんかね、本当にこの映画とぴったりだよね。ぴったり、この映画のためにあるシステムなんです、本当。映画館でしか見えないしね、うん、あれは。それは 4DX で見たいですね。そう、映画館で見るべきでしたね、これね。わこっから逆算してみたいですよ、だからね。本当に見たくなった、ね、何作品あるんですか。だって22年間ですよね。10作品。今作が10作品目と。で、今回が最終章なんですね。そう、あでもめちゃくちゃいいところで終わったんだよね。そう、だから2部構成だから。あ、前後編なんだ。前後編であるから、まあ次でうわラストになってしまう。なるほど、いいとこ見たね。そう、だからいいとこ見たんですよ。そうだよね。そう、後編楽しみですね。楽しみ、多分いろいろ回収するんだろうね。いや、そうでしょうね。どうなってた
たとか。古川さんもぜひ、はい、ちょっとこれ、ね、いや見ますこれは。初心者3人がこんだけテンション上がってるんで。いや、なんかめちゃめちゃ見たくなりました。世界中ね、回ってやってるんですよね、撮影のね。すごい、めちゃくちゃ面白かった、うん、確かに、はい、ぜひ、はい、見てください。見ますということで、はい、そろそろお別れのお時間でございます。 あっという間ですね、本当に。まだまだ紹介したかった。いや楽しかった。今推しを聞いてきましたけど、はい、最後に皆さん告知なんかあれば、このタイミングでぜひ。僕ですね、現在、ホールツアーインフィニティというタイトルなんですけど、はい、ホールツアー中でして、でそのホールツアーで、まあ、その初披露した新曲、がですね、6月28日リーチザスカイというリリースいたしますので、ぜひぜひ気になったという方は、はい、新作もチェックしてほしいんですけど、ライブの方もぜひ、うん、ライブ本当に自分たちで音楽も本当に制作も携わってますし、はい、ライブもエンタメかなりこだわってやってますので、はい、ぜひお越しください。お願いします。はい、よろしくお願いします。やついフェスというのね、あ、それこそ電波組インクさんも出ていただいたり、はいはいはい、今年はね、電波組さんちょっとありますけど、あ、今年はね、はい、他の人もたくさんアイドルの方が出たりとか、はいはい、今年だともう飛んでるののりさんもね、そうだね、のりさんなかなかちょっと楽しみな、オープニングから、はい、6月17、18と渋谷でありますので、はい、ぜひ皆さん来ていただければと思います。まだチケットは、チケットはね、当日もまでずっと買えると思うので。あ、本当ですか。はい、わかりました。じゃあ周遊型のイベントなんで、もういろいろ自由に歩けるっていう。渋谷をね、渋谷のライブハウスいろんなところでやるんですね。10ステージある感じですね。はい、その2日間は渋谷をジャックするということで、はい、ぜひよかったら来てください。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。私、7月24日に不器用でという本が出ますので、読みたい。ぜひよろしくお願いいたします。短編集です。お願いします。ローとハイをね、行き来しながら、ローになりながら書いた。頑張りましたんで、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。